はい、お疲れ様です。マピーです。爆強ゴマパレード増していきます。アマかける伝令役ヘルメスが獲得できるというね、今回この新ゴマが1体のみの追加で爆強ゴマパレード開催なんですけど、ヘルメスがね、シンプルな性能ですね。 HP は高め、アタックも高めというか、この神の英語までね、プラス振ったら1700超えて、アタックもね1000を超えていくっていうのがあります。で、スキルもコンボもね発動条件がなく、一旦の間600の特殊ダメージ与えて、で受けた特殊と雷撃を 70% にするっていうね、フォーススキルで、コンボスキルが無条件2000っていうね、感じで、まあ、条件がないのでいろんなデッキにね使えます。で、対面としては雷撃と特殊カットなんで、転結とか花鳥風月とかに刺さっていくっていう感じですね。で、比較対象としてはね、通常特殊カットのフォースを持ってるウンディーネっていうのがいるんですけど、ウンディーネと違うところは通常と雷撃のこのカットの違いですね。で、あとウンディーネより一応ちょっとだけ特殊ダメージのカット率がね高いんじゃないかな。確かウンディーネが 25% だったんで。ただコンボスキルの火力っていうのがウンディーネの方が高かったりして、結構互角級の性能かな。まあ今神タン環境なんで、多分ウンディーネの方が汎用性でいうと上ではあるんですよ。ただ補正によってはヘルメスに変えるのもありだし、結構ねどっちがいいかって言われると、もうどっちも採用するっていう場合もまああるかもしれないし、どっちかっていう感じですかね。補正でそこはね見極めていくのがいいかなと思いますね。ただウンディーネと違って、個人的にここはいいなって思うのが、アタックの高さと、あとスキルのフォースが100だけ高いっていうことなので、まあ雑に出した時に火力がちょっと高くて、で転結対面とかだとね、このシールドも非常に強力なので、まあ本当ね、マジでもう汎用性とかいろいろ本当ウンディーネみたいな性能なんですよ。スキルもコンボもこのデッキの条件がないので。ただコンボの火力はウンディーネのがちょっと高いっていうのはあったり、でもかといってウンディーネよりもアタック高いので、ロック出されてもねバイセが優先的に出せるっていう強みもあったり、どっこいどっこいですね。マジでどっこいどっこいな感じで、もむしろね、あのウンディーネが超ゴマじゃないのにね、超ゴマとか強ゴマでもないのに、かなり強い性能になってるなって改めて思い知らされるって感じですね。まあ、ヘルメスいいと思います。で、音銀なんでね、神の英ゴマの音銀、あんまりこんなに汎用性の高いコマないはずなんで、カップ戦でも活躍は見込めるかなと思います。はい、まあ、コンボだけかな。個人的にちょっとねこのヘルメスの寝かけじゃないけど、微妙だなってものが、コンボが2000っていうね、あの発動条件ないのはいいんですけど、2000っていうのはね、このあんまそんななんか強すぎないし、でも弱すぎないし、もうちょい欲しいなって気持ちもあるしみたいなラインですかね。神の英語魔のコンボで2000って、まあイオフィエールとかになってくるんですけど、ウンディーネは一応2400-500とか出せるっていうのは思うあるんで、ただウンディーネに比べるともうスキルでちょっと火力出てるからなんとも言えないんだよなーって感じで、まあめちゃめちゃね調整うまいと思うさあ、これヘルメス出てくる。ヌラリヒョン出たわ、ありがとう。はい、まあ強ゴマは汎用性の高いゴマ出しがちなとこあるな。レナートとかも結構ね、神ゴマさえ入ってれば入れられるみたいな性能だったし、はい、強ゴマはねエゴマを集めるガチャっていうイメージはあるよ。あんまりかけら使いたくない、正直言うと。でも俺強ゴマの S であんま欲しいゴマいなかった気がするんだよね。ヘルメス出てくれたらちょうどいいけど出ないのね。じゃあ33連目でヘルメス引いて終わりですねはい、今回のガチャ動画はめちゃめちゃ短いと思います。はい、もうこれスキップしちゃいます。もうこれでヘルメス取って終わりです。まあ、ヘルメスの動画撮ろうかな。で、これヘルメスもらって、はい、終わりです、終わりです。ほんとね、特になんか解説することないんですよね。まあ、シンプルに強いって感じ。でもなんかめっちゃ強すぎないって感じもするし、でもまあ、強いよなって感じなんですよね。なんか、ないと困るってことはそんなにない気がするんですけど、でもやっぱ英語学んでね、ないと困るってことはないから、そんなんだろうな、ヘルメスがないと困るってことはないんだろうし、今後爆強語までポロッと出てくれる可能性あると思うんで、狙って引く必要はそんなにないかなと、ヘルメスだけを狙ってね引く必要はないかなと思いますんで、その辺はね自分のかけらだったりとかデッキの、まあ、その駒箱とかの状況を見てヘルメスが必要かどうかっていうのをね判断していただければと思います。そんなわけでヘルメス引けたんでね、また近々に動画出したいと思いますんで、今のうちに高評価チャンネル登録をお願いします。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。